皆さんこんばんは、ゆっくり霊夢です。マリサだ。今回も呼んでいくよ、マリサ。自己紹介はそれでいいの？毎回同じだと飽きるからな。試行錯誤だ。すでに瞑想してる感があるけど、本人がいいならいいけどね。今回の読み手は霊夢だよ。乱心の戦撃。破壊的な風を巻き起こす。魔人の怒りが込められた槍。運悪く、この突風を、受けてしまった者は、骨だけ残し血と肉が吹き飛ぶ。ある村に風を自在に操る。優しい青年がいた。青年の評判を聞きつけ、彼の前に現れた魔人。お前の力がどんなものか、わしと勝負じゃ。道行く剣士の街灯を、風の力で脱がせた方が勝ち。強烈な突風で街灯を、吹き飛ばそうとする魔人だが、勝負は暖かいそよ風で、薄着にさせた青年に。人間の分際で、このわしに勝つな。怒り出した魔人は青年の、血と肉を吹き飛ばす。その時の怒りが剣士の持つ、剣に刻まれたという。お話はこれでおしまいだよ。ただ呆れるしかないな。勝手に勝負を挑んできて、八つ当たりで弾け飛んだ。青年がかわいそうすぎるよね。武器物語を読んでいると、大半人間が悪いんだけど、今回ばかりは10割、魔人が悪いよな。人間も大概な存在だけど、神も大概だよね。愚かさは、人間と変わらないんだよな。気を取り直して次行くよ。匠の鶴橋、その男が手掛けた、建造物の数々は、その美しさから国の宝と、称えられていた、数々の建造物を生み出す。この鶴橋もまた、神技と称えられた。ある時、隣国との間に、戦が勃発した、国中の男たちが徴兵される。男もまた、例外ではなかった。破壊を好まない男は、戦には向いていなかった。戦火の中で、男は殺され、男の築いた美しい、街並みは破壊された。想像を好む男は、殺される最後の瞬間まで、人を殺めなかったという、この神技が次の主に、もたらすものは、破壊の力か、想像の力か。これでお話はおしまいだよ。想像することに特化していた男。だが隣国との戦で徴兵され、命を落とす瞬間まで誰一人、殺めなかった。彼以外が鶴橋を、持ったら破壊と想像。どっちに使われるだろう。というお話だな。マリサ、なんだ、妙だと思わない？どこが？人を殺めなかった理由だよ。うん。彼は破壊を好まなかったから、人を殺めなかった。破壊、行為だから、人を殺めなかった。というのはおかしいんだよね。ああ、なんか、言いたいことが分かってきた。仮に、想像、だったら、ってことだよな。まあ揚げ足取りかもだけど、そこに異常性は感じられるよね。いろんな意味で爆発しなければ、大丈夫だと信じるよ。唯一爆発していいのは、リア充だけじゃないかな。それじゃ次行こうか。そうだな。円風の土矛。赤き竜の羽から、作り出されたと言われる矛。まだ帝国も連合も、なかった時代。世界では亜人が、幅を利かせ人々は、怯えることしかできなかった。亜人の横暴に耐えかねた人々は、一人の名もなき青年に、亜人制圧の願いを託す。青年は力を得るため、赤き竜と契約を結びに向かう。赤き竜と契約を結ぶために、何度も戦い続ける、竜の隙をつき、ついに勝利を収めた、青年だったが、竜はすでに別のものと、契約していたのだった。青年の強い意志と、胸に秘めた希望に共感した竜は、自らの羽の一部を刃にし、青年に渡した。土矛を手に青年は、亜人たちを制圧し、世界に平和が訪れた。これでお話はおしまいだよ。絵に描いたような英雄譚だな。英雄譚なのに名前がないって、どういうことなんだろうね。全員が全員に言い伝えられる、わけではないだろうからな。悪い出来事は名前をつけて、記録に残すけど、いいことは記録されないよね。噂話程度にしか伝えられない。耳に届く時には脚色が、加わるしな。やった本人が脚色を加える、場合もあるしね。真実知りたきゃ自分で行け、ってことだね。それができたら苦労しない。って言葉はなしだぜ。話がまとまったので、今回はここまで。またなー。またねー。